毛利和子は、日本の政治学者。早稲田大学名誉教授、栄誉フェロー、文化功労者。史上法賞受賞。日本国際問題研究所研究員、静岡県立大学国際関係学部教授、横浜市立大学国際文化学部教授、早稲田大学政治経済学部教授、日本現代中国学会理事長などを歴任した。東京生まれ。 お茶の水女子大学分教育学部卒業後、東京都立大学大学院人文科学研究科を修了。卒業論文では、石膏財閥と小解析政権を、修士論文では、北伐期の武漢国民政府を書く。1965年から1987年まで、日本国際問題研究所研究員現代中国についての資料集。 中国共産党史資料集、新中国資料修正を編集した。1978年末中国を初めて訪れ、1981年から1983年まで、上海の日本総領事館で初代の専門調査員。都市部の失業問題と中国政治のテーマで研究し、上海の研究機関と交流する。 1987年から1994年まで、静岡県立大学国際関係学部教授。1994年から1999年まで、横浜市立大学国際文化学部教授を務めた。あと、1999年から、早稲田大学政治経済学部教授。2004年、終焉からの中国民族問題と国家で、早稲田大学博士。 2010年定年退職、早稲田大学名誉教授。2012年早稲田大学栄誉フェロー。2010年から加藤師藩大学顧問教授を務める。その間、現代中国研究プロジェクトのリーダーとして、文部科学省科学研究費重点、領域研究現代中国の構造変動、21世紀 COE 現代。 アジア学の創生、人間文化研究機構現代中国地域、研究拠点連携プログラムを組織した。2004年から2006年日本現代中国、学会理事長。新しい日中関係を考える研究者の、会代表幹事2017年1月11日、高書士の儀において、東大中国研究、系府と朝鮮のテーマで進行した。 ありがとうございます。